塗りを。探して買える競馬ブックネットショップ、スマホでも。障害ファンの皆さん、こんにちは。こんにちは。今週は明日4月18日、中山競馬場で行われる中山グランドジャンプについてお話します。私、競馬ブック関西障害本誌担当の山田です。研究ニュースで障害の関西の障害の本誌担当してます岡田です。よろしくお願いします。さて、年2回の重賞、はい、まあ、G1 なんですけれども、はい、中山の楽しみなメンバーですね、岡田さん。そうですね、まあ、ね、強いメンバー強いねと思うんですけど、はい、まあ、楽しみっていう点ではね、ちょっとね、寂しさもある。もうちょっといいメンバー、もう一つなんかこうね、目新しいところでなんか出てきてくれたらなっていうのはちょっとあるんですけど、あ、はい、まあ、強いメンバーであることは間違いないので、はいはい、いいレースになることはなるのは楽しみですね。ね、はい、で、まあ、クレと違うのは、まあ、障害大障害コース終わった後に、まあ、はい、平地の、まあ、芝コースに入って、そうです、ね、まあ、向こう上面ぐらいかな、2コーナー過ぎて、ね、そこからが長いっていうことですよね、沖障害が、はいはい、沖障害があって、まあ、最後にも直線にもこう沖障害があるという、はい、そこが違いですが、まあ、距離は長いね、4250。そうですね。え、本命何しました、岡田さん。もう前走の、勝ちっぷり見て、はい、もうレッドキングダムに、レッドキングダム、はい、ね、迷いなく、はい、心配事ないですか、何も。そうですね、前回の見ててやっぱりね、うん、まあ、障害、まあ、他のね、まあ、平地の場合でも言えると思うんですけど、うん、まあ、障害コースでもやっぱりこう、うん、コース適正っていうか、うん、このコースで本当に強いなっていう馬っていると思うんですよ、うん、で、うん、ここに限って言うとやっぱりね、うん、レッドキングダムっていうのは、うん、比越が まず安定してますし、で、末脚がね、やっぱこれだけの距離走ってて、はい、末脚も必ずこういい足使ってくるっていうのは、はい、なかなか、ね、はい、こう資格っていう、そうそう、資格があまりないっていうか、う、去年の暮れのレースびっくりしますね、最後37秒ないし、はい、これだけね、あの強いパフォーマンス見せられるとね、なかなかこう、僕どっちかというと、あの、はい、あら探して何かこう違う馬っていうか、本命のね、少しマイナス材料みたいなのをちょっと見つけたいなと思う方なんですけど、今回に限って言うと、まあ、レッドキングダムもそうですし、例えばアポロマーヴェリックとかサンレイデュークとか、僕は順番でその順番で打ったんですけど、やっぱりね、実績とこのコースに強いっていうことを考えると、うん、なかなかこのメンバーを、うん、この3頭を任して勝てるだけの馬が今いるかなっていう気はするんですよ、うん、アポロマーヴェリックは前走ちょっと、はい、まあ、その人気の割に走れなかった感じがあるんですけど、はい、その辺は心配してないですか、岡田さんは。うん、まあ、この馬ね、うん、大障害の時もそうでしたけど、はい、クレのね、はい、2着に、ま、負けましたけど、その前の前の東京ハイジャンプでちょっと惨敗しましたよね、うん、でその次平地叩いて、うんうん、でやっぱりきっちりレッドキングダムには刺されましたけど、うん、やっぱ勝ちに行く競馬して、やっぱりきちっと大障害の時は、ね、うんうん、2着は来たんですよね、うん、なので、うん、まあ、陣営もそうだと思いますけど、うん、やっぱりここに向けてっていうことを考えると、まあ、そうぶざまなことはないだろうなと、同金量ですしね。そうですね、はい、でも今回ね、美穂の障害好きの山下 T にね、はい、電話で喋ったんですけど、アポロマーヴェリックそんなに強気な発言はしてなかったで、シャイニーブラックの外って言ってました。なんでもうちょっとそれ聞いたから、私も馬券をね。そうです、うん、僕はだからこの実績ね、後のこう実績見ても、うん、この3頭は5勝でやっぱり重賞も勝手抜けてますし、うんうん、3頭とはレッドキングダム、アポロマーヴェリック、サンレイデュークですね、はいはい、ですんで、で中山コースでが得意ということと、 そうですね、うん、それ考えると僕はもうこの3頭はまあ馬券
に外すっていうことはちょっと考えにくいので、うん、三連力もなんかすごい力やっぱりつけてる感じが、ね、やっぱりこの間はすごく久しぶりの阪神競馬場だったんだけれども、はい、なんかまあちょっと動きがある競馬で早めにこう動いていく、うんね、前が動いていく競馬で、まあ、展開も向いたところもあると思うけれども、はい、もうなんか 3,4 コーナーのからあそこからでも来そうな本当に来て ね最後も一貫歩ごとに伸びてっていう、はい、まあ、筋量も休み明けで61キロ背負ってたことを思うとなんかやっぱり強かったですね、強かったなと思って、はい、で暮れの あの大障害の時も、うん、まあ僕この馬に期待してね、うん、この馬を一着でっていうことを、ね、馬券券に入ったからね言ったんですけど、あの時もちょっとね、うん、まあ、レッドキングには確実に力負けしたんですけど、うん、けどあの道中の位置取りとか考えると少しこう出にくいところもあったのかなって思うので、やっぱりねこの馬もかなり力つけてきてるし、で、ね、で前走きっちり勝ってきてるっていうのがやっぱり ね、 そうね、あのメンバーそれなりにやっぱり強かったわ ね、 そうですね、自力強化してるのはもう間違いないので、この馬もやっぱりでなおかつ、うん、中山が得意なので、まあね、だからこの馬も上位に考えたいなと。で、はいはい、まあ、そう言ってるとね、馬券的にこれどれも人気だと思うので、うん、面白くないので、ホンブレルは一応打ちましたけど、はい、中山初コース、そうですね、そこなんですよね、だからそのこの上の馬たちを任せられるだけの実力っていうか、まあ実力があることは間違いないんですけど、それだけのまあまだそこまでこう信頼っていうか、キャリアもそうですしね、なるほどね、あるかなと、はい、じゃあ馬券どうしますか岡田さんは、ね、うん、馬券はねやっぱりレッドキングダム 1着につけて3連単で、うん、一応まあサンレーデュークアポロマーベリックを2着につけて、はい、1着固定で2着にサンレーとアポロをつけて、はい、で、うん、そうですね、まあ、3着に、まあ、アポロマーベリックと、まあ、3連単ですね、はい、アポロマーベリックと、サンレーもつけますけど、はい、もし穴でつけるんなら、うん、僕は、まあ、さっきあのシャイニーブラックっていうお話もありましたけど、うん、そうそうね、これね、天神清盛を一つつけたいなと思いますね、ちょっとやっぱりこう、はい、タフな感じが似合う感じですよね、この馬まだ、はい、ね、この中に入ってもやっぱりちょっとキャリアでは完全に見劣りするし、そうそう実力的にはどうかなと思うんですけど、そうですね、ただスピードコースよりはこういうがっちりした、そうそうですね、障害をきっちり飛んで、うんうんうん、タフなコースの方がこの馬にとってはチャンスがあるかなっていう気はするんですよ。これ2走前に京都でやけに負けてるとこ見ると、はい、やっぱ京都はよっぽど合わないんだなっていう感じでね。やっぱり関西のスピードとね、やっぱり順回りっていうのはやっぱりかなりね、うんうん、だと思います。全然別物やから。そうなんですよね、だからこういうコースだともしかするとっていうのはあるので、うん、まあ、穴で言うところ言ったら天神清盛をまあまあ3着に1つつけた馬券も面白いかなっていうふうには思います、はい、私はね岡田さん、はい、私はねやっぱレッドキングダムすごいと思うし、はい、サンレーリュークも多分3着までに来ると思うんで、はい、相手にちょっとソンブレロを入れた馬券買いたいですね、はい、まあまあつくんじゃないこれね、まあまあ、そうですね、まあ、この中の一角が崩れてしまえば多分馬券的にはつくので、3頭ね、ソンブレロこの間ね本当に長く長く長くいい足使ってましたからねそうなんですよね、うん、このままだから僕もね、うん、勝つまではちょっとないかもしれないけど、うん、まあ大崩れは多分しないと思うので、うん、この馬も、はい、いいと思います。そうですね、はい、はい、で岡田さん、これ明日ねメインレースですね、はい、こう注目のあるね、また一層注目集まるレースだと思うんですけど、そうですね、まあ G1 ですしね、うん、本当やっぱりこれここで勝って、もしレッドキングダムだね、アポロマーベリックだってなるとまたね、年末に向けてっていうか、今年のこれを任すだけの今度馬が出てくるなっていうのも、それ で、ね、ね、物差しになると思うし、ね、はい、ディープインパクトの障害馬の、はい、今去年ねたくさん活躍した中の、まあ、そうですね、まあ、一頭ですね、面白いレースになると思いますんで、はいはい、楽しみにしたいと思います。貫禄のある、まあ、最高峰の貫禄のあるレースを見せてもらいたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。